あれ、あーびっくりした、ティーダー、ティーダーがあんなふわふわになってんのかと思った。え、なに？昔、大きな戦争があった。もっと昔？ああ、機械の？うん、ザナルカンドとベベルが戦ったんだ。うん、初めから勝負はついてた。ベベルの軍隊はみんな機械で、うん、ザナルカンドの召喚士たちはバタバタやられちゃったよ。ザナルカンドは滅びるしかなかったんだ。ベベルにやられたんだ。だから姿だけでも残そうとしたんだよ。何したんだよ。生き残った召喚士と、それに町の人たちがみんな祈り子になったんだ。召喚するためにさ。え？召喚って神？あ、そういうこと？違うよ。え？ここだよ。眠らない町、ザナルカンド。あ？祈り子たちの夢を束ねて町の思い出を召喚したんだ。一つ一つの建物だとか、町に住んでた人とかね。人って、それも夢かよ。俺も。え、じゃあこの世界が夢ってことなの？ずっと昔の夢？君は祈り子たちの夢。君のお父さんもお母さんも、え、みんなみんな夢。祈り子たちの夢が消えたら、夢？あ、さっきの場所？どういうことなの？これが今のザナルカンド？やめろよ。夢でも何でもいいよ。俺を消すな。消えちゃうの？ずっと夢を見てて、なんだか疲れちゃった。ねえ、君と君のお父さんなら僕たちを眠らせてくれるかな。君とお父さんは真に触れた。うん、スピラを巡る死の螺旋、その中心にいる真にね。うん、わけわかんねえよ。わかりそうでわからない。君たちはもうただの夢じゃない。うん、お願い、目を開けて。ただの夢じゃない。もう少し走ってみせてよ。君は夢を終わらせる夢になれるかもしれない。じゃあ夢なの？起きた。大丈夫？やばいもの見せられたんだけど。よかった。もうすんごく心配したんだから。大丈夫？大丈夫じゃないかも。うん。どうしたの？なんでもないよ。気失って夢見てた。みんなに呼ばれて目が覚めた。よっ。疲れたから。よく寝たし、気力回復。んじゃ、行くっす。え、大丈夫ティーダー？あー戻っちゃった。そういうんじゃなくて大丈夫？え、夢ってこと？ティーダが夢？やだやだやだ。え、じゃあこの話が終わるときはティーダも死んじゃうってこと？祈り子たちの夢、どういうことなの？怖い怖い怖い。とりあえず行きますよ。この人たちがティーダを作ったって言いたいの？ここはそもそも何？ザナルカンド？ザ
ザナルカンド。人が腐らないの？こんなに死体がくっついてて。聞いたことあるこの曲。何の曲だっけ？あ、これはもう洞窟でまた戦闘がバチバチ始まる系ではないんですか？あー、何これ？ダークプリン。キャー、でっかい。でっかいでっかい。ぽよぽよだ。ぽよぽよだ、確かに。誰か見破りつけてたよね。あれついてない。ダークプリン、物理攻撃はあまり効かず、すべての属性攻撃のダメージを半減してしまう。グラビデ、バイオ、フレア、スペル、ドレインなど4属性の魔法を使う。え？敵の技ホワイトウィンドウ入手可能。はぁ、あ、わかりました。え？何も使えんってこと？ OK。 どの属性もあんまり効かないから、せめてこれぐらいは効いてほしい。ホワイトウィンドウ覚えた。ドレインの力がやばい。え、あえてこれ使ってみる？違う。キマリさんすいません。あ、でも9999入ったぞ。キマリ偉い。終了。入った入った入った、よかったよかった。アーマーブレイクは効いたのかな。タッタターン。強っ。これが普通に出てくるの今後。それやばいな。行きます行きます。まああそこに回復する場所があるから、ちょいちょい回復していけばいいでしょう。で、こっちは、あ、一旦こっちに降りてみてください。あ、これは、あれ降りれるでしょ。なんかある。やばそう、それ大丈夫なの、それ。ベヒーモス、マイティガード入手可能。バハムートで体格差対決してもらっていいですか。体の大きさならバハムートもきっと負けないはずです。うわ、ベヒーモスの方がでかいかもしれない。戦ってください。ワンパンで死にそう。ああ、大丈夫か。しゃくり上げに注意。何それ、サンダラ強いな。えい、お、やった、ありがとう。さすがバハムト先輩、体は若干負けてたけど強いっす。で、こっちになんかあるけど、こっち行くと進んじゃう？進んじゃうかも。こりゃ俺たちの出番だな。あ、泳ぐってこと？水中で何が起きても、3人だけで切り抜けてもらうしかないわ。危なくなったら、すぐ引き返して。わかりました。おで、まだ探索したいから一回戻る。しないでね。あれ、待って、速攻で。待って待って、怖い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 。一回回復して向こうの道も行きたい。あは、これさ、アルベルの機械にしてはさ、やたらと出てくるの。なんかリュックの、リュック話しつけてきてくれないのかな。めちゃくちゃ出てくるんだよね。よし、やった、強い。タッタターン。見た目の強さもすごい。もう本当に終盤だってことを思い知らされる。これセーブしとこう。こっちも行けるんだよね。あ、あ、行けないのか。何も反応しないんだよ。また来た。やだ。じゃあ海行きましょう。潜ったりがまたできますね。どうなるんだろうな。今のパーティーがこの3人。ほう、特殊な3人。あー、多分戦うよね。宝箱は浅そうだから見えるよね、あったら。そっか、
怖いな。ああ団体戦ですか。じゃあ手榴弾行きましょう。え、なぜ、え、めっちゃミスったんだけど。え、いけるかな。ああいける。あ、なんで、あれ、いやー、なんかでかくなったんだけど。やめて。あ、毒、あ、そうですそうです、リュックは自動でステータス以上直してくれる機能とかをつけてます。じゃあ運動って、あれ、え、手榴弾ほんと無駄だったな。タッタタン、こっちも何かあるはず。陸に上がれるのかな。上がるよね。上がった上がった。で、あ、いけない。どっから繋がってるのかな。このレベルの敵だったらいけるけど、F レイ、あ、だっけ、なんかあんなの出てきたら終わる。わあ強そう。とりあえずムスプラッシャーやって、まず分取って、えい、オッケー。リュックの武器にあの暗闇がついてるからめちゃくちゃありがたい。えい、迷うんだ。でもそんな深くないから別のチームでもいけそうだけど。なにこれ、デュープリズム、ガガゼと第一の試練、バッカのボールで中心部のスイッチを狙え。え、ミニゲーム的な。ほっ、あん、結構タイムラグある。今言ったよね。え、ダメ、今入った、よし上手。え、なにこれ、スイッチ入ったことによってなんか水が上がったりしてる。え、何も変わってなくない。え、どういうこと。あ、やだ。え、こっちのスイッチは何も変わってないのかな。さっきの右側の行けなかったところがなんか切れてるところ。また変わってはないってことは、戻って穴が開いてたところとかが多分行けるようになるのか。第一ってことはヒマリとかアロンとかもあるのかな。タッタタン、水中だとモーションが変わるのが可愛い。じゃあ戻って戻って戻って、早く戻りたい、早く戻って次の第二に行きたい。もうレベル上げをちょっとするとさ、レベル上げをするつもりない時の戦闘がすごい嫌になる。戻って戻って、あ、なんか矢印やるってことは合流する？あれ？あ、いけるようになってる、セーブで。で、どっちに行けばいいんだろう。こっち？あ、行けない。じゃあこっちに行って、矢印の方向が逆なのすごい気になるけど、最終的にはあっちってことだよね。ただこっちに行って、こっちもある？いや、こっちは行けないのかな。あ、下から続いてる系だ。とりあえず海に潜ってまた行くってことかな。あ、でもなんかあっちに回復できるやつ書いてある。次のシーンともまた別だよね。めっちゃ迷いそう。とりあえず行けと。綺麗だけどな。セブンも最後こういうところ行ったよね。この水の都っぽいところ。水の都、あれどこだったっけ、あの夢、山の奥だよね。綺麗な世界だな。こっちに行って、またなんか試練あるぞ。何これ、同じ色で止めろとか。ガガゼと第二の試練、3つの穴に隠されたスイッチを同時に解除せよ。穴の対象に注意してそれぞれの穴に入るものを選べ。おお、え、穴を選ぶ、この3つだよね。え、リュックが緑かな。
ティーダは多分サイズ的に青だと分かんないけど、マッカは多分赤だよね。これどう？ダメ？え？どうだったの？ダメだったの？あれ？あれ？宝箱ある。絶対見落とすそうなところに。ラッキーすぎじゃん。弱く強くない。今のスイッチ押せたってことでいいのかな、わかんないけど、もう近づいても第二の試練って言われないから多分できたってことだと思います。戻ってきました。ここ通れるようになってたりするのかな。そういうわけではないのかな。あ、いや、なんか上行けるようになってる気がする。あれ、もともと行けた、もともといけたかもしれないけど、あはは、強いやつ。とにかく上早く行って、あ、たどり着く。これでもしかしてそろそろ来るはずだ。何か召喚師の力を試すため、奴は魔物を放った。誰だ、誰がですか。知ってる人。ユーナレスカだ。え、ユーナレスカ様、死んでるんでしょ。ザナルカンドで強い召喚師を待っている。遥か昔に生きていらっしゃる。そうマイカやシーモアと同じ。やっぱ死んでるのね。そうですか、みんなそんな感じ。おじけづいたか。いいえ、もう何も怖くないんです。そうだろう。ブラスカの娘だな。最後までそうありたいと思っています。最後までとか言わない。最後、おばあちゃんになって死ぬ時までね。ああ、ついに来た。ついにもういっぱいいっぱいになってしまった。で、一旦セーブしよう。めっちゃ戦ったぞここ。セーブで先に進みましょう。ってことはそんなすぐユーナルスクあるの？ザナルカンド遺跡は先に着くのか。お、黄昏のアロンさん来る。もう、あ、ユーナルスカさんの前にユーナルスカさんが放った魔物、何、バハムートみたいな、違う、トリケラトプスみたいなの来た。何これ、聖地のガーディアン、かっこいい。ライブラ使った方がいい。とりあえず一回これで様子を見た方がいいかもしれないっていうのを最近ちょっと学びました。ライブラ、聖地のガーディアン、ボトンウィングは混乱、睡眠、沈黙、クライミング、カードなどの効果がかかる。スリップテールにはヘイスト解除と次の行動を遅らせる効果、回復魔法やリフレクなどを使う。戦闘不能ゾンビ、石化、混乱、蒸発、睡眠、沈黙、吹き飛ばせ、死の戦闘、暗黙とかは大丈夫。 1.5 も何もない。分かった。じゃあブラインバスターで一発お願いします。これは効くね。これは効くけど、いや、やばい。起きて、あ、混乱も一気に吹き飛んだ。どうしよう。エーテルターボ、秘伝が使えない。あ、なんでそういう状態今。暗闇にもなってるんだ。それは多分 OK で戦って、秘伝ずっと使えない。万能薬でもこれダメなんだ。戦う、ブレス強っ。どうしよう、ユーナに一回召喚してもらおうかな。バハムートがちょうど溜まってます。これは意図的にじゃなくて、あのベヒモスと戦ってる時に使う前に倒せてラッキーだった回です。
さ、こういう時には一回召喚獣挟まないと勝てる気がしない。レベル上げ結構してるつもりだけどさ、めちゃくちゃワンパンで死ぬやつ結構ある。22,335入りました。どうですか、キアルが。おお、倒させる気ある？サメルでいけるか。ワンパンで死んだら無理だな。フォトンウィング、あ、でも大丈夫。でもこれそれは大丈夫だけど、ダメージで死ぬかも。あー大丈夫か。これももしかしてオーバードライブ使えないのかな。使えない可能性あるね。避けてほしい。強い子、いい子、いい子。一発弱っ。スリップテイル、あ、お利口さん召喚獣やめて。えい、マジカブレス死んじゃう。まだ2万あるのか。でもさっき9999と9000回復させられたからね。この人に回復の手立てを加えたらもう無理くない？ドレインとかで吸収するとか。 MP 尽きないとやばいかも。これ死んじゃうよね。バイバーイ。バハムートが力の差を見せられた。ユーナレスカー様はとんでもない魔物を送ってきたんだけど、どうしよう。もう一回召喚して、じゃあ用心棒さんも頑張ってもらおう。1000円くらいなら払えます。圧倒的強さで芝を倒してくれた用心棒さん、やってくれるでしょうか。1000円で。ちょっと今あんまりお金ないので。ないとか結構いい武器買って減ったんだよね。わきさ9000いって。4000です。4000ダメージです。負けないでよ。 OKOKOK で、変な攻撃を食らう前にオーバードライブを貯めてください。ヨジモさん有能でしょ、有能なんでしょ。貯めて、オッケー。心付けでここでは1万払います。ここでは1万払って差し上げますので、とっても強い攻撃お願いします。見たでしょ、1万の束。ダメージ何入る、ダメージ何入る。え、毎回ダメージ見れないのに倒すのやばくない？かっこいいんだけど。今ちゃんと見てたけどダメージ入ってなかった。え、強すぎない？めっちゃ苦戦すると思ったのに、まあまあ大丈夫でした。40問様、本当ありがとうございます。ねえ、ちょっと休憩しない？しよう、休憩しよう。休む必要はない。あと一息で山頂だ。ちょっと疲れたよ。あとちょっとだから休みたいんだってば。そうそうそう、考える時間も欲しい。考える時間、少ししかないんだもん、リュック。いいよ、歩きながら考えるから。ふてくされちゃった。休もう。まあ、リュックがふてくされるともうなんか休もうってなっちゃうんだけど。あ、待って待って、絶対それはいる。おい、どうした、行こうぜ。思いつかないよね。本当にもうすぐなんだよな。とうとうここまで来ちまったな。ここまで何がおかしいんだよ。昔の俺と同じだ。え、あの時そうなんだ。ザナルカンドに近づくほど俺も揺れた。たどり着いたらブラスカは究極召喚を得て真と戦い死ぬ。旅の初めから覚悟していたはずだったが、いざその時が迫ると怖くなってな。なんつうか意外です。怖くなる。伝説のガードでも迷ったりするなんて。するでしょ。何が伝説なものか。
あの頃の俺はただの若造だ。ちょうどお前ぐらいの歳だったな。そうなんだ。何かを変えたいと願ってはいたが、結局は何もできなかった。それが俺の物語だ。おお、俺の物語。ティーダには何か変えられるってアーロンは言ってくれる？変えてくれ、お前なら変えてくれるって言ってほしいんだけど。ダメなの？でもこの物語はきっとユーナを正しなせるだけで終わらないはず。シーモアとか生きてるし、なんかそういう人になすりつけられないのかなってもう思ってしまう。あ、よくないんだろうけど。え、チャネルカンドっぽい。1000年前に滅んだ年、こんな残ってるんだよ、形が。この目で確かめたいと思っていた街。眩しそう。ユーナの旅の目的地。俺の物語、最終章なのか。最終章。いろんな思いが浮かんでは消えていった。言葉にならずに通り過ぎていった。